あ、ティアゴ。前回に引き続き、普段のプレイしている様子をご覧ください。これ、貫通できるケブイワンとか。オイラは無理だな。絶対お呼びじゃない戦場なんだよな、これ。これはあれかな、スポッターになればいいかな。上音量、上音量がまだって絶望的やもん。抜けない未来しか見えないよね。まあ、いろんな意味で。ボコボコにされないようにはしたいな。ちょっと偵察してくる。オイラは湖沿いに落ちているよ。ちょっと偵察、いっぱいでも、死なないようにね。どこ偵察するの？あ、でも、ルクスが行ってる方向行こうかなと思ったけど、もう行ってくれたもんね、やめたら。うおー、行くぞー。おー、久々に行くぞー。俺、ここの草むら入って課題やるんだ。課題って、録画してるのにいいのか？大丈夫か？学生さん大変だな。放置して課題やるんだ。ひどいなー。諦めすぎでしょ。わー、怖い。怖い。KV1 の流れでも怖い。これ見えてるぞー。誰か撃ってくれー。草むら入って今日課題やるんだ。どんだけつぼってるんだよ。もう、手やりなんて言って。もうやめてもいいのよ。いい観測だ。完全に目星つけられてるし。これ相手、ああでもそっか、 KV-1 があそこちょろちょろしてんな。もっと遊びじゃないんだよって。あの KV-1 でも初期砲と諦めてくれ、決め打ちはやめてけろ。何ミリ砲？ 57 ミリ砲、 T34 か。あー、リロード早そう。こんだけ見えてるんだからさ、しっかり打ってほしいよね。そう、マジそれ。打ってあげてくる？オイラじゃこれ、バレるし抜けないしで、狙撃は絶望的だわ。あ、応転する。しばらく見てるだけでいいかな。そう。あの KV-1 が6巻ついてないせいで逆転である。引かないのか？下がれ。俺が撃たれへんね、お前がいるからいつまでも。こっちは無理ですな。やったぜ。隊長、はい、なんか走ってきてるんですけど。マジで？あいつ 50m 以内入るんじゃね？ワンちゃん。うわ、マジだ。怖いな。あのね、イキボとかのね、車線が私の真上を通過してるんですよ、ちょうど。抜けないしな。すーごい怖い。すーごい怖い。よかったね。これ。車高低くてよかった。そしてちゃっかり、オイラもそれを観測してたわ。私がちょっと目を取りましょう。なんかね、案外見えてないんでね、新手がピョって出てくるのがうっとうしいんですよ。下手っぴってさ、自陣から動かないしね。いい感じ。よし。4があそこで何を油を切ってんだよ。ほら、言わんこっちゃない。あれ、初動から動いてないけど。違う。やだ、怖い。怖い、痛い。あ、やべ、バレたわ。あれも小さなゲームなんだ。誰が撃たれたの？お前か。危ないわ、ほんと。で、これ、この後どうする？行き先ないな。丘上無理だし、ギガロさんの援護は厳しいし。で、G1 ヘビーはどんな感じ？ G1 ヘビーはね、方針を立てた状態で固まってます。何それ、面白そうじゃん。ルクスおるやん。おのれルクス、よくも。俺よろしくないな。逃げ方、用意。結局アレクとビショップ倒してないじゃん。これなんかね、ルクスが回ってきそう。ヘビーいっぱいいるしな。これは負けたかな。すげえルクス回ってきそう。早う打ってやれ。まずい。234。大丈夫かな？これだけなら大丈夫。おー、すげえ、これバレてねえ。
あ、バレた。ダメじゃん。しっかり。撃ってるけど、インジケーター赤いからな。バレたわ。仕事ないし、砲を撃ったてたやつを見に行こうかな。TY ヘビー誰か何とかしようとは思わんのかね。今向かってるけど、オイラはただの見物人だな。一瞬これ届かんからな、辛いな。これ何？俺この距離から T1 ヘビー撃ったらバレる。抜けねえわ。あー、ダメだわ。横回りたいけど、横回りに行ったらさすがにバレる。もうちょっと角度緩い、こっちから。こっから邪砲を撃ったててるのが見えないな。どうしなんちゃうかな。あ、抜ける。あ、弾かれる。うんかい。あ、見失った。負けそうだな。やっぱ見たいわ、T1 ヘビー。こっから動いても、バレないかな？どっか、通常弾で抜ける場所ねえか。たまに、見たり。いけるよな？行くか。10発の禁断をあれに使うか。外していく。お、マジで追っ立ててやがるじゃん。あれ？どこ抜けたのさっき。インジケーター緑でも、まあ抜けそうにないね。ねえ、Qちゃん、どこが抜けたってんだい？ダメだ。ダメだよな。はてぇ、なんだあいつ。俺も見とこ、早く殺して。いいね、いいね、ビショップが射程に入れた。あいつ、何してんだろう。あの形で放置とか。はい、切れろよ。さっぱりだわな。あの、ビショップさん？ビショップさん、異常にリロードが遅いよな。きっとあの子は最終砲を積んでるんですよ。180ミリ砲的なさ。最終砲とな。おや？もはや観察してるだけだね。どんどん弾くミッション終わっちゃってるな。冷静を配ってるだけですな。あのさ、真面目にダメージ。こういうふざけた試合もするよっていう記録を取ってるだけだよな、これ。そうそうそう。マジ辛いんだけど俺ら。定期的に。榴弾が欲しいわ。定期的に2体切っとくからさ。あ、誰が撃ってんの？ヘッタンじゃね？ビショップじゃねえの？ヘッタンじゃないならビショップだろうけど。2体が AP じゃ切れん。榴弾ねえの？ 1 位は3発あるけど、なんかこれは別の時に撃っておきたい。何に使うんだかな。これさ、本当誰か、あー、ありがとう、ありがとう。なんか久々のダメージ入ってきた。しかし何してんだろうな、俺ら。兄ちゃん、なんだ、時間かかりすぎじゃね、味方さん。かかりすぎだよな。ああ、持ってるやー。早く殺せよ。死んでますけどね。どんどんやられてるやん、中間、真ん中の。もうさ、初動のスカウトにダメージ入れてくれない子しかいなかったからさ、やる気なくなっちゃったわな。あれ？え？ T34 が殺した。殺人鬼が来ますよ。隊長、味方おろしが来ました。怖いよ。怖い。ショスか？ショス？ショス？ショしましょう。あ、始まった。
最初もうこれ積んでるけどな。ダメだ、禁断がもう2発しかない。俺のやる気が 2% しかない。なんかあー辛いよ。すごく大変だわさ。あーキャプされてる。キューちゃん何かまだできるかもよ。設置もするみたいな。あ、やば、バレた。あ、積んだ。あー、あれはダメだ。あれはダメなんだ。あー、痛い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 よ。もうダメだ。味方さんさ、ほんとひでえな、これ。テイテアの悲しいさがだね。俺もう、何分 T1 ヘビー見続けたの。いってー、待っとたんです。しかしあれだね、T1 ヘビーの観察日記がつけられそうだったね。俺、何分 T1 ヘビー見ときゃいいんだよ。砲が下がるまでとか。リタイ切りに、無駄玉吐きまくりだったね。暇だからずっとリタイ切ってるっていう。で、課題は？課題やってない。やれよ。課題何のことやらって。お前ら学生だろうが。現状でこれはダメだわ。133の BT7 がここにいちゃダメだ。笑うしかないね。ほんとダメ。何これ。おいもゼロだし、T34 もダメだし、あ、KV1 もゼロだし、KV1 パップラだし。これは無理だよ。録画回してこれっていうのがリアリティがあってさ。はい、別にね、いつ撮れば多分 T1 ヘビーはどうにかできるんですけど。とってもね、あいつにスポットされるしね。あれがメトリになっちゃうのが無理。早めに死んだら、課題やろうと思って、さっきから死なねえ。それはそれでいいじゃん。ある意味死なないことがいいんだけど。課題やってこいよ、代わりに名人さん呼ぶからさ。そんな、お前の代わりはいくらでもいるぞ。あ、途上にはいないのか。テアミカよ。今俺テアさん選んだばっかなのにさ。うん。いや、俺、今思った。筋肉なんかニュート目指すよ。肉？頑張れよ。E5 作る前にやれば？え？何すか？あれ、録画してるの？してるよ。今の話全カットじゃんよ。使えるかもしんねえのにやめろよ。3試合連チャンで録画してるよバカギガロウ。確かに直前に話題を作ったのはオイラだけどさ、これさカットする手間が生まれるわ。いやだって思い出しやじゃん。忘れときなさいその話。今のカットしたらさ、不気味な笑い声で編集点作るとこになるぜ。スタート私の笑い声っておかしいでしょ。そこしか切れないしさ。誰視聴者がただただ気になるやつだぜ。なんで笑ってるんだろうってさ。いや、振られたか。うわ、山田さんの猛攻みたいなマップじゃん。リアルな話やめて。ごめんなさい。むしり取られてる。さて、戦い方のわからんマップじゃな。カニメ展開するから敵に見えないな。ミサイルさん、R35 は倒したことある？あ、ないよ。それと D1 は、ね、それからスウェーデン、ね、あれを絶対殺すマンでいくか。やる気満々だぜ。なんかすげえ観測できたんだけど。俺なんか開幕で後ろ向いてるよ。とりあえずサカークだろうね。4発のローダー戦車ですぜ。ポチポチ。OK。やった。そこだ。おお、走り打ちが。装填しとこ。あ、邪魔なところで。R35 こっちですよ。マジで？先にあの上の子かな？さんこっちですよ。すがに開けてみて。さて、禁断込めるわ。こっからオイラは仕事しねえかも。絶コロマンになるわ。車、私の嫌いな車。そういえば昔、車で、とどろきです。なんてのがあったよね。知らないっすね。あ、そっか、世代じゃないか。
どけ、そいつはわしのせい。あ、こっち向いてないじゃん。ダメだなあれ、わざと隠れて、いいとこ取りすっか。取りまこいつから。バラの三連射は。ごちそうさま。装填装填、35歳指定が待ってるもんねー。レイテッド135ちゃーん。お、来てる来てる、待っててねー。あ、逃げる。誰よその子、知らない子だわ。お前ら撃ってきやがって。やりきれねーし、少し待っててねー。ねえねえ待ってよ待ってよ、かわいいじゃん君、ペロペロさせて。あらやだ怖いマスターやったぜ。これで残るは D1 でフランス専門家。なんかこの試合どうでもよくなってきたな。あ、禁断コメッパだし確実に当てたいな。はい、しょっと。お前でいいや。ブーツライトが来てる。もうなんか満足だわ。オイラはもうやりきった。悔いはない。50か。機関砲で巻き込んでたぜ。しかも即赤バンされてんな。もう動けないだろうぜ。もう彼は動けない。俺でも H35 に無双されそう。いや、テトラならいけんぜ。あ、そっか、ギガスか。地区並みの貫通だし。ドラッグが抜ける。異常なほどの禁断貫通だもんな。おかしいっすよね、本当に本気やべえ。KV-1 が抜けるぜ、正面から。だって、ティア2で120でしょ、貫通。ケミア DT7 以上だぜ。ねえ。それでいて足早いし、縫製度が悪いわけでもないしね。視界弱いけど。弾速速いし。まあ死んじまったけど、僕はもういいんだ。僕はいいんだ。あとは D1 だけ、それだけで満足なんだ。あれ？あ、そっか、偵察者ね。あのマップでこれって、レンズ被膜の大勝利かな。でもなんか嬉しくないよな、これ。本気じゃないですか、ティアニに。でも六感がないっていうね。登場員スキルは全くついてないんだぜ。中途半端だよな。ドラーク俺も乗ろうかな。上位に。テトラーク買ってたんだっけか？買う？もらったんじゃないの？いや、もらったんですけど、売ったんですよね。そっか、テケとかの配布の頃は、まだやってなかったんだっけ？テケの時はやってなかったですね。動画は見てましたけど。お、ヘミチュールさんか。戦闘数63回でした。レーティング、優等が63%あって。このままなんでこう選ぶの？この子は全く。レイティアが良かったのか？何にすっかな？こいつか？ギガロさんに合わせるわ、ギガロさん待ちで。カニメール戦車なら、おそらくこのまんまだな。うん、やっぱりね。またキューちゃんが定休選ぶもんね。こんな超コーティア。2000連続だらけてたからね。気を引き締めないとな。あー辛い。お前が選んだんじゃ。これは久しぶりに本気で行かないとな。遊んでたら怒られるわ。そういう問題でもないな。いいの？定番ポジに入るとか言い出さなくて。ちょっとね、それ思い浮かべますね。山田さんみたいにさ。ね。さて、どこ行くかな。どこ行きましょうか。まあ、駆逐ポジ最初。まあ、でも重戦車ポジ行くしかないな。あ、じゃあオイラはヘビータンクポジの手前から狙撃しに行くわ。あ、なるほどね。
絶対もう分かるもん。UDES があれでしょ、8ライン超えてった瞬間にバシバシ打ってくるんでしょ、分かるわ。控えめに攻めてかないとね。そりゃそう。トータスが正面張ってくるのも厄介だしな。はぁ、イナゴはあっち行くんですか。あぁ、はいはい。そうです。あや、あいつはバカなのか、うん、あれは何、もう少ししたら打てるわ。あっち、うん、あのハルユでも無謀やな感じ。おバカさんいただきました、ね、何やろ。装填入れます。あ、でもミスったな。向こうのスポット取れたのか。あれ、装填時間が出せない。それ元じゃないですか。マジで、く、最近バニラでやってたからな。 C ボタン押したらだんだん出すんだ。どうで、リロード時間。偽物捕まされたみだ。そう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 、あのもう一回押したら出ますよ。めんどくせえな。あ、3、4入れますね。あ、射撃攻撃準備完了してますから、 C押した。こいつ C でリロードじゃねえから。なるほどね、装填です。あー、もう行きますよ。 T34 来てない。了解、気ぃつけや。あ、でもこれ撃てる。撃てるなら今は、狙撃のがいいぞ。あー、あのなんか、出っ張りの。あー、はよ弾入れー。アメリカ砲。少し入れます。適当に撃っとくか。あ、タワー無料。装填車。6が狙撃に入ったか、あれ。入りましたね、抜けるのかな。で狙撃してもそんなに強くないよ。当てられる子だけだね。ああ、トータスあそこか、やっぱりもう。あそこ。3、4入れます。やだな。待て、5、4。装填だ。君が出ると、フィートが集まっちゃう。私で受けるんだ。先に私で受けるんだ。OK。UDS は弾いた、うん。もうここは限界かな。上田さんでもいるのやだな。が重いわ。くそ、疲れー、外すな、俺。ごよくんよくそんな顔出せる。メトリ押しに行くっていうのは厳しいから任せるとして、おいらはギガロさんとこに合流かな。それが良さそうだね、もうほぼ割れてるし。トータスだ。あ、亀さんとは遠距離戦するなよ。絶対ダメよ、あんな。ましてやアメリカ砲ではダメよ。じっとしてるだけでバレてる。タッチあるよ。あれ、1390、撃ってきた。あれ、通常弾でこれ正面向けとったら抜けると思うなよ。ピースの方ごとに。ギガロさん、横に入っていいかい？よし。いえ。これは、スコジー狙いかな？しかし固まってたね、ギガロさん。いや、ピングが999なんだけど、びっくりしたよ。それは辛いな。エミルが楽そうだな。いで、盗撮いで、マジいで、なんなんだよ。死にはいい。装填だな。弾倉内で殴るってのがこの戦車だと思うし、こまめにね。エイムくらい合わせとくか。ほら、よし、よしじゃない。あ、50入ったわ。だがお前は。UDS がね、わりかし移動してますね。どこいる？B ラインぐらい、B ラインか C ラインぐらいまで。奥ぐらいか。了解だ。装填入れるわ。だからそっちに正面向けとかないと撃ち抜かれる。止めたぞ、やっちまえ。あれは隠れてるし、背面に無理やり入れて数減らすか。シェゴダ T50 に弾かれる。マジ？それなら私が。まあこれは予定ない。使い切ったぞ。あいつ直せないぞ。このバカタレが。
知ってるぞ。これも仕方なし。あれ死んでないぞ。え案外ピンピンしてるぞ。なんじゃーい。ルバロリではもらえるな。さて、やりきったか。3、9、0、まだそこか。あ、頑張れば当たりそう。絞って、絞って、ファイヤー。いただきだぜ。アメリカほんとトランプ。おいやめろよー、企業名出すよりえげついわわははじゃねえよ、あんな喧嘩越しな時期大統領をいじるんじゃないよ、まったく。いや、わかんないっすよ、何を言ってるかな。カードゲームとでも言う気か。山田さんやクリオスをいじっておいて、大統領をいじるとは。キューちゃん、お前潰されんぞ。自動車会社みたいに名指しされんだぞ。やめて。ああ、マジトランプ。死んだな、お前は死んだ。もう実況者として終わったな。私が玉受けするだけの存在だけど。意味不明な行動してたけど。ひたすら敵の方を集めるだけな。敵の弾集めて砲撃外してアメリカ罵倒しての大統領はおかしいわ。つかないんだよね、あの人は。サブチされるトランプに。お前の質問はいけないってもうキューちゃんあれだな、メキシコに投資してこいよ。いや、あれサブとかね、なるのは賛成なんですよ。以上、チャンネル登録者数5000人突破記念動画パート2でした。Qちゃんの動画チャンネルが消されていたら、そういうことでしょう。パート1、パート2と、和気あいあいとした普段の様子がお見せできて、こちらとしては満足です。パート1も2も、動画を撮ってることをほとんど伏せておいて、後で許可を得て編集をしているため、より、日常の様子をお聞かせできたかな？パート1では乗り出しからの連続、今回は、まだ私のプレイ動画に出てきていない戦車を選ばせていただきました。また機会があれば、こういう動画も投稿していきたいと思います。それではまた次回。まったねー。